たった3ヶ月という短い時間でしたが、僕はこの夢を追う若者たちのシェアハウス、スタートラインのクルーであれたことをとても誇りに思っています。みんな今までありがとう。夢を追う若者たちのシェアハウス、スタートライン、住人がクルー。最初は正直はぁと思いました。スタートラインでクルーだとその水陸が組み合ってないからスタートラインならランナーでいいし、クルーで行きたいならシップとかでもいいのにってちょっと思ってたりもして、あるいはここスタートラインで毎日行われている行事の数々、あれもなんか毎朝の今日見た夢を喋ろうの会とかさすがになって大人だけどな思う部分もあったり、あるいは毎週土曜日の夜に行われているオールナイト徹夜人狼の名前やばすぎる。オールナイト徹夜人狼、ああってすごい疲れるし毎週日曜日の夜に行われる今週のみんなを褒めないとすごいカロリーだすごいって最初は思ってました。でもやっていくうちにだんだんこれはこれで楽しいかもと思うようになりました。今ではこのスタートラインにもクルーの一人一人にもたくさんの思い出があります。クルーのみんなに最後にメッセージがあります。歌手を目指しているギター弾き語りのユイミョン、アイミョンじゃんそれは気づけ マジシャン目指してるいつもタンクトップのうーちゃん、袖はだんだん減らせ最初からタンクトップだとできること少ないから変な考え方すんな地下アイドルを目指してるいつも着ぐるみのなーちゃん、地下アイドルを目指すもう出れるんじゃないか着ぐるみでもう大体仕上がったんじゃないか、もう出ていいんじゃないか、いつもリビングで行われていたうーちゃんとなーちゃんのエアコンの温度争い本当にしょうもなかったどっちも適切な服を着ればいいのにタンクトップと着ぐるみだから決まらないのであって、なんだこいつらっていつも思ってた。18度にしたい人と30度にしたい人と25度でいいよラッパー目指してる14歳の藤井、いちゃダメだこんなところにいちゃダメだ、なんでここにいるんだ、本当に良くないぞそして何より代表の S さん、いつも前反射のサングラスをかけてて長髪で重心の低い真っ黒の服を着てて、なんかよくわかんない時間に外に出て、よくわかんない時間に帰ってきて、お友達の多い S さん、めっちゃ怖かったですでも話せばすごく優しくてとっても仲間思いで、こんな僕なんかにもとても親しくしてくれた S さん、めっちゃ怖かったですそんなクルーのみんなとの思い出があるこのスタートライン、僕は離れがたい気持ちでいっぱいですが、離れなければなりません。なぜなら僕には俳優になるっていう夢があるから。スタートラインにいたらスタートラインだからみんなもうすうす気づいてるよな、ここがどういう場所なのか
みんなもうすうす分かってるよな。どうだろう、ゆいみょんはたまに分かってる顔してるよな。なんでここにいるんだろうみたいな顔してるよな。きっと言ってること分かるよな。うーちゃんとなーちゃんは服が変だからいいや。藤井は大人見て思うことあるよな。思うことあるよな。これかって思ってるよな。レッスンは怖い。みんなさ、内心では分かってるよな。ここがどういう場所なのか。このスタートラインっていう場所は、夢を追う若者っていう言葉を隠れ蓑にして、みんなで傷を舐め合って、なんとなく若さを延命してごまかし続けるだけの場所なんだよ。ここにいたら夢なんか叶うわけないんだよ。みんなもうすうす分かってるはずなんだよ。俺は本気で俳優になりたい。だからこんな場所離れるんだ。この3ヶ月で痛いこと分かった。土曜日にずっと人狼してるやつらの夢は叶わない。だから俺はここ離れるんだ。お前らのことももう思い出すことはないだろうな。自分がスタートラインのクルーだったことも思い出さない。クルーだった思い出なんてない方がいいんだから。お前らなんてな、どっかでもたれ死ねばいいんだよ。いつか自分が年老いて何も叶えられなくなったってことが分かった瞬間に、心の糸がプツンと切れて、地元帰るなり就職するなり、なんか全部諦めるなり、そういう末路が待ってるに決まってんだよ。俺はお前らとは違う。だから俺はここ去るんだ。お前らのことなんか絶対思い出せないからな。お前らなんか知らないからな。ダメだ、最後だから。みんなにめちゃくちゃ言って跡形もなくここ去ろうって思ってたのに、ダメだ、みんなのことが好きだから自分に嘘がつけない。ごめんなさい、本当にごめんなさい。俺実は俳優なんて目指してなくて、俺麻薬捜査官なんだ。3ヶ月潜入してた。だって代表が S だから。絶対やってるから。何が嫌だったって、やってなかったこと。なんでやってないんだよ。じゃあ S って何なんだよ。変な名前名乗んな。うーちゃんとなーちゃんもなんかやって温度感覚おかしくなるとか言うから、紛らわしい服装すんな。藤井もこういうとこにいる14歳のラッパー志望はやれよ。なんでやってないんだよ。なあ、土曜日の人狼の日、絶対今日だって思って血眼になって調べたけれど、やってないばかりか、アルコールすら摂取してなかった。スタートラインすぎるだろう。なあ、俺 S さんに聞いたよね。なんでなの、なんで徹夜の人狼でアルコールも飲まないの。そしたら S さんが言った、あ、まあ藤井もいるし配慮のある配慮のある優しい奴らがスタートラインにいるだけ離れがたい。居心地が良すぎる。ずっとここにいたい。俺麻薬捜査官だから、普段死と隣り合わせの仕事をしてるんだよ。マフィア、暴力団、潜入先はいつだって危険でいっぱいだ。いつ死ぬか分からないって気持ちで生きてきた。でもここにいたら絶対死なないから。延命のための場所だから、ここにいたい。なんで、なんで日曜の夜みんなして褒めてくるんだよ。離れられなくなるだろう。なんなんだよみんなしてさ、絶対俳優なれるよ、才能あると思う、演技うまそう、うまいだろう。騙してきたんだから。なあ、ああ、一旦人狼やろう。見たのか。見たなら見てけよ。ひょっぴーひょっぴーくてお前